もらったくてよかったってことにならないように。うん、川登りのサービスエリアでした。はい、寄っといてよかった。うん、この先合流車両に注意。ホームラン 1PA はパスしちゃっていいや。寄りたかったら寄ってもいいで、ね、そのでも千葉でいいのか。でもどうせせっかくだから寄るか、押しとくか。また来るからなんて言ってっと、なかなか押さないパターンがあるから。ホームランは時間余裕あるから余裕あるから。余裕があるわけじゃないんだけど、なんか12時になんないんだでしょ。そう、料金の割引、せっかくだからもう料金の割引を受けてみましょう。もう1000円、2000円くらい買ってる。あちこちスタンプを押せて1000円、2000円安くなるっていう考えたら、そういう言い方って考えればそうだよ。でも
だわ。この先左からの合流車両に注意してください。この先はどこ、これ日本じゃん。もうこの辺にいるの、これは見てよ、これ。なんか向こうからこう来て頭突っ込む通り過ぎんじゃねえ、これ。なんかあんまりない感じだね。そうだね。中行くのにですか。入るとこスタンプ押しに行く。じゃあ一旦切って待っといて。いや、すぐ戻ってくるから。うん。